今日は雨の中、3人ともありがとな。それじゃ、練習始めるとするか。やったー、なんか心ワクワクするよね。私、和太鼓を叩くのが楽しみで、昨日は一睡もできなかったわ。それ楽しみにしすぎ。そこまで和太鼓を楽しみにしてくれてたのか。やばい、私ちょっと感動してるよ。あの宇田川さん、練習の前に叩き方とか心構えとかそういうのを軽く教えてほしいんだけど、私たち和太鼓に関して全くの素人なんで。心構えな。お、そういえばこのお祭りはもともと長雨の時期に晴天を祈願するためのお祭りだったらしいんだ。晴天を祈願するのね。そう、私もちょうど晴天を祈願したいと思っていたところなの。っていうか絶対分かってないでしょ。晴天祈願っていうのは空が晴れますようにってお願いすること。今のお祭りにそんな意味合いはほとんどないみたいだけど、だから心構えは太陽に届くような気合でって感じかな。太陽に届くような気合ね、了解しました。あの、そういう精神論だけじゃなくて、もうちょっと技術的なコツみたいなのは。まあ、なんだ、コツはいろいろあるけど、最初はとにかく楽しくやることが大事だな。わかったわ。元気に笑顔で太鼓を叩けばいいのね。まあ、簡単に言っちゃえばそういうことになるか。本当に？本当に元気と笑顔でまとめちゃっていいの？よし、それじゃあそろそろ練習始めるぞ。それじゃあ一回この辺で休憩にするか。はあ、疲れた。和太鼓ってすっごい疲れるんだね。私もう腕がパンパンになっちゃった。ほんとかなりきついね。この感じは絶対明日筋肉痛になるやつだ。腕が痛くなるってことはまだ腕だけで打っちゃってるのかもな。もっと全身を使って太鼓を叩くのが大事なんだ。そういうことはやる前に言ってほしかったんだけど。ねえ心、心もちょっと休んだら？腕痛くなっちゃうよ。私はまだ平気よ。もっともっと叩いていたいわ。あのスタミナどっから湧いてくるんだろう。けど見てると心はなかなかいい感じで全身を使って打ててるな。だからそこまで疲れてないのかもしれないぞ。そうなんだ。あの子って不思議と何でもできちゃうから。ねえみんな見て見て、私すごい発見をしたの。太鼓の前でくるっとターンして叩くと、とっても大きな音が出るわよ。グーでしょ、それ。あ、本当だ。心すごい。動き上級者でもなかなかできないぞ。なんていうか割と天才なんですよね心って。その才能を完全に無駄遣いしてるけど。1回目の練習であれだけ叩ければ本番が楽しみだ。これはかなりの逸材を発見したかもしれないぞ。和太鼓界に衝撃が走るかもだ。そんな会があるんだ。私も心に負けないように頑張らなきゃ。確か太陽に届くような元気と笑顔と気合だったよね。私の気合でこの雨雲を追っ払っちゃおう。いいね、その気合。その調子でお祭り当日も雨雲を吹っ飛ばしてくれよ。そうだよね、せっかくやるんだからたくさんの人に私たちの演奏を見てもらいたいもんね。あ、それじゃあさ、後でみんなでてるてる坊主作ろうよ。お祭りの日が晴れますようにって。てるてる坊主って小学生じゃないんだから。あら、そこにいるのは宇田川さんですか？お、誰かと思ったらさゆさんじゃないですか。
どうしたんですか、こんなところで。バンドの練習に向かうためにここが近道だったので。あ、さや先輩だ。こんにちは。ココロンとミサキちゃんもいますよ。どうもです。とても珍しい組み合わせですね。皆さんは一体何をしていたんですか？私たちはお祭りで披露する和太鼓の練習をしてました。今度の週末にみんなで一緒に演奏することになって。お祭りで和太鼓？なるほど、そうなんですか。それでは皆さん頑張ってくださいね。ねえ、さよ先輩、先輩も一緒にやりましょうよ。和太鼓すっごい楽しいですよ。おお、それいいな。さよさん、やりましょう。私ももっと多くの人に和太鼓の魅力を伝えたいんで。一回叩いてくれればこの魅力マジでわかりますから。え、私が和太鼓は？それは遠慮させてもらいます。私がギター以外の楽器を演奏できるとも思えませんし。あ、それじゃあ演奏しなくてもお祭りの当日見に来てくれるだけでもいいんで。いえ、私はやめておきます。私が参加することでせっかくのお祭りを台無しにしたくないですから。お、どういうことですか？なんでさよさんが参加するとお祭りが台無しになっちゃうんです？昔から私が何かすると必ず天気が悪くなってしまうんです。だからきっとお祭りの日も雨になってしまうような気がして。そうなんですか。なんとなくそんな気がするというか。なので私は遠慮しておきます。すごいわ、さよ。さよは雨を降らせることができるのね。さよが砂漠に行ったらきっとみんなが笑顔になるわね。ちょ、ココロ、なんかすみません、この子悪気はないんで。私が砂漠に行ったら確かにそうしたら砂漠の人たちは喜ぶかもしれませんね。そんなこと考えたことありませんでした。サヨってすごいわ。だって雨を降らすことができるのよ。私サヨのこともっともっと知りたくなったわ。ねえ、お祭りの日みんなで一緒に遊びましょうよ。いえ、やっぱり私は遠慮させてもらいます。